原産マットか。すげえ。なかった。ほぼ不労所得みたいな勝ち方になった。不労所得。わーい。よいしょ。おっと、これはもったいない。あれ原産ナイスじゃなかった。ナイスじゃなかった。原産宿舎は切って4人ぐらいいましたけど、藤鷹までは覚えてるんですけど、他誰か宿舎は切って原産神です。ハンバーガーやってた人って誰ですか？ハンバーガー僕がやってました。あ、梅健さんか。はい、ゾのエンジンからミーティングの方まで行きました。あ、ゾノさん見てるわ。あれゾノさん入ったんや。俺もエンジンで沸きました。エンジンから武器庫の方に向かってます。一応武器庫で奈々子さん見てます。でキッチン脇がアルマハタサコ通ったスウメケンです。はい、うんうん、すいません、あのゲンさん多分宿舎前沸いてたと思うんですけど、なんかいたような気がしないでもないんだよな、はい、めっちゃいていた気はして。でも即登ったのが伏宮で、多分オラフ君がその後来てたのかな。そう、うーん、僕は奥のカードスキャンやって今上側のボタンついたとこで。なるほど、うん、いたようないなかったような、なんとも言えないような。金庫に抜けた人います？はい、ガミです。あ、ガミさんがいたのか。はい。俺は宿舎からエンジン側に下るとき誰かとすれ違って、コックピットです、うん、最終位置。それがゾノさんじゃない？エンジンで湧いたっていうのが多分ゾノなんだろうな、おそらく。はい、いや、今宿舎で湧いてどこ行ったの？銀さん金庫か、うん、金庫か下っていった。金庫は来てないですね。右にヌンは次見るか。下ってるとゾノさんか剣士が見てるはず。剣士さん下ってる、うん、そう、高田さんは開幕速攻で下ってたから。ああ、覚えてないけど、なんか言った。でもまあ重なってたから。うん、まあ、あと停電起きたからミーティングはしご登ったけど、ボタンまで行かずにひよってちょっと戻ろうとしちゃったから、乗って乗ろうとしてとか、はいはいはい。その宿舎脇の中で否定できる人とかいないんですか？その仮に宿舎脇だったとして、ゲンさんが。でもオラフ、ああ、地味はオラフとかは。うん。厳しそうだと思うけど。ボタン押しとるんで。オラフ君って、藤宮は見えてますか？はい、見えて、あ、右に行ったのは知ってるけど、うん、奥に。うん、ゾノさんが、その、登ったところで止まったっていうんだったら、ゾノさんが蓋してるので、ミーティングの中に入ってる2人はキルできないんじゃないですか？いやだ、うん、そこに2人が2人ともゲンさんを登ってきたって言わないんだったら、まあ、開幕動いたのが藤鷹で、僕はそこ右でボタン奥だから、まあ、仮に宿舎脇だったとしても見えないかな。ゾノさん神さんだと思うけどな。うん、うん、ラインがなければそこかな。まあまあまあ、金さん、金さん。いやー、まさかですね。どうもこんばんは、ゲンです。これなんかオラスさん、フジミヤさん両方ご主人様説が結構私目線だけ声なくなりましたね。フジミヤさん単浪だったらあそこで絶対切らないと思ったんだよね。そう、ただ二浪だったらわかるわ。うん、二浪だったらわかりますね。ちなみに私はもうちょっとで引っ越すので、明日明後日あたりちょっと配信はお休みするかもしれません。はい、でも住んであと1週間ぐらいしたら、2週間防音環境が整ってくるので、はい、歌枠ができるようになります。ヤマハさんよろしく。まあでもさっきなんかチェロさんもやられてましたけど、ああ高田さん、歌枠やられてる方って本当に防音環境どうしてはんねやろっていつも興味がある。私はもうなんかもうシェルターみたいなの買いますけども、はい、これちょっと定期的に言われると結構な金額するんだよね、あれ。こうやってもう買いますっていろんなところで宣言しておかないと、ちょっと私ご存知の通りケチなんで。はい、ちょっとちゃんとお金が出しやすいようにここで宣言しておきます。はぁ、あれは多分貨物です。
いやてかこれまとめておいたら終わりやん。もうサボの停電とリアクター直したのは僕です。1回目2回目、はい、右オラフくんかな、左トータスです、うん、あそう、リアクターが鳴った瞬間富士見あるまで貨物ついて、で一緒に死体探してて、僕最後バイタル見て3人死んでたんで、ほぼ貨物とか右の方向であるまは死んでると思います。セキューでカメラ見ててそこの2人は 見えてます。カメラついてましたね。カメラずっとついてたな、うん、アーカイブとか。はい、ズロン割とアーカイブにいて、でオラフ君が直してるところを一回リアクター見に行ったと、またアーカイブからラウンジ2人で行った感じです。あれリアクター左直したのは誰ですか。あ、トータスです。トータスさんですね。でガミさんボタンか。はい、一緒に登ってる。まあでもシンプルに行くならもう初手キルで、あ、まあ、ガミさん、カズノさんどっちか。いやー、それは割とオラフ君とゾノ一緒にいましたけど。いや、今のターンですか。はい。いや、でも僕は初手キルの話でしょ。ああ、初手キルの話だけど、今のターンで言ったら、うんうん、割とね、アーカイブとかにいて、まあ、シャワーでタオルやってる時は中野さんいましたけど、で、アーカイブでオラフ君がやってるところ。一人で2キルはしてるから、それがオラフ君視点でできそうか。僕視点だとゾノさんがアルマ君キラー全然できると思うし、うんうん、藤宮君もキルしてるのは一応できるかな、うん、まあそうですね、僕は一緒にアルマと行動してたから。ゾノ藤宮とか全然あるかもしれない。初回消し初回キルが主体消しだと思ってて、でオラフさん藤宮さんの二陣街はあるのかなって、うん、ああミーティングでキル取ってるから。ゾノさんが最後ミーティングから降りてきたからですけど、降りてきてまた上がって押したってことですか。そうです、これ金庫でガミさんやってるケースないですか、うん、それが一番しっくりくるかなと。トータスさん目線にガミさん2キロ起こせる時間あります？分からん、あるんちゃうかなと思うけど、なかなか2キル目は無理そうな気がするけどな。その目線オラフ君は白です。僕はもう停電とリアクター2回直してるんで、サボはさすがにオラフ君しょってきるミーティングでしないと思うから、うん、いや、ここはガミさんかなと思うけどな。ゾノさんがオラフ君白出すのもね。うわ、藤宮さん入れます。裏要素で拾いたいですけどね、それ。いや、ここはまあ6なんで。え、どっち入れたので。ガミ。ガミさんに。マジか。俺目線、割とガミさん無理そうなんやけどな。そうなんですよ。もうそうすると、トータスさんマットとかも燃えるから。まあ、俺が。ボタン誰でもあるから。ボタンはもう僕押したんで押せないです。じゃあ、ボタンいきます。はい、すごい試合だ。これはやばい。死体がすごいね。え、みんなどこで死んでたんですか。僕右側全部探して死体なかったんですけど。左。あ、みんな左なの。僕メインで止まんなか。俺はカメラ乗っ取られた。うわ、右側全部探していなかったからもう。マジか。すげえ。いや、ガミさんで連れてること願うばかりなんだが。ダメ？連れてないでしょ、なり方は。なんかもう、そうですよね。皆さんが待ち構えてるもんな、明らかに。そうですよね。素晴らしい。ナイス。いや、花坂ナイスキル。いやー、惜しい。やばい。1対4キルは気持ちいいな。やばっ。え、初的な花坂？いや、僕じゃないがミーティングでやってます。いや、ごめん。見えてないっておっしゃったんで、私を。停電中だから、多分。ここですり抜けるように見えたのか。なるほど。うわ、なるほど、ね。うわ、すごいな。いや、初手切るか。いや、藤宮さん、押し切れんかったな。ガミ、ガミさんじゃないって言い切れやんかった。いやー。いや、難しい。ケンさん、ケンさん、ミーティング行ったと思ったんですよね、初手は。行ってます。だから、パスワードのとこで死んでるんですけど。うわ、そうなんだ。はっきり覚えてれば。いやいや、ごめんごめん、俺が多分ゾノさんで蓋してるって思い込んでたから、うん、その上に上がったら見られてるはずと思って。原産マットか、すげえ危なかった。もう不労所得みたいな勝ち方になった。所得何もしてません今回。4キロで決まる。俺バキバキに浮き1でしたよ。マジで浮き1でしたよ。やばかった。近本が特殊役職以外に4キロしてんの初めて初めて見たかも。いや、ほんまにメインで来てたから、いや、すぐ見つかるわと思った。いや、難しかったな。初手が分からんかった。朝子。え、アルマさんどこで来たんですか。アルマはバイタルで来てます。あ、そっちまで行ったんだ。へえ。めっちゃ死体探ししてたのに。ここも見つけなかった。探してるふりして。え、ナナコさんめっちゃカメラ見てたから。やったろと思って。朝子でめっちゃアピールしたのに全然。なお。信じらんねえ、ほとんど。ナイスでした。じゃあ次行きますかね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いやー。本当に寝てたら勝ったな。